ヘリコプターの電源を入れます。 フライトコントロールのセルフチェックを待ちます。 セルフチェックが完了しました。 LED が赤色で点滅しています。 USB を接続します。 パソコンでソフトウェアを起動します。 正しいCOM ポートを選択し、 接続ボタンをクリックします。 接続した後、センサーボタンをクリックします。磁力計の構成をスタートボタンをクリックします。 USBを抜きます。水平方向にヘリコプターを回転させます。機首を下に向けてヘリコプターを回転させます。機首を上に向けてヘリコプターを回転させます。機体を横向きにしてヘリコプターを回転させます。 機体を逆向きにしてヘリコプターを回転させます。USBを接続して構成の進捗状況を確認します。接続ボタンをクリックします。プログレスバーはまだ 100% になっていません。そして構成が完了しましたという画面は出ていません。では USBを抜きます。ヘリコプターを 横転させます。 USB を接続します。 接続ボタンをクリックします。 磁力計の構成が完了しました。 フライトコントロールを再起動してくださいという画面が出てきます。 USB を取り外してヘリコプターの電源を切ってください。磁力計の構成が完了しました。